は人のためにある。だから自分はな、自分がいて周りがいるんじゃなくて、周りがいて初めて自分がいるっていうことが大事だよ。人を大事にするからね、みんな大事にしてくる。それが気持ち誠意。みんながいるから自分がいるっていうことを頭の中に入れるから。そうすると自分はどうでも構えんね、うん、人が育ててくれる自分は。でもさ、勉強っていうのは学校の勉強は書いたり読んだりすることだけ、うん、な、社会に出てからが本当の勉強。社会の勉強っていうのは人の言うことをよく聞いて理解して、それを今度自分が実行することだ。日本でもしたらバイク の, あの会社ホンダって言ってるの、ホンダスの夢です。ここの会社の社長ホンダ総一郎っていう人、自分の勉強は全部な、人のあれだって、耳学問だって。耳学問な、人の言うこと聞いて覚えたんだ、うん、あ、それはやっぱりいろいろ人の話を聞かせて、うんうん、まあ今だったらホンダかトヨタか、うんうん、日本の大きい企業の話を聞かせて、うん、やっぱり自分の実行することはまた違うことはあるじゃん。あ、ちゃうちゃうな、こういう本でも何でもな、一つだけ変わんないことなんだよ。一つだけ同じことが、今でも同じことが、一つだけ同じこと、それが結局誠意、誠意っていうか、誠意、その一人ではないっていうこと、うん、一人では何もできないっていうこと。基本は誠と心から来てんの、うん、言葉っていうのは。チャウチャウは他の人もこう気あるけれどな、チャウチャウは日本語もそうやけど、日本のその文化をもうそういう勉強してる、うん、うち最初見た時偉いなと思った。偉いいや本当に、うん、最初来た時にあ、この子はちょっと違うなと思った、うん、うんうんうん、だからちゃうちゃう今の生き方は一番ええで。どこ行ってもあんた今の生き方はな、日本人どこの家に遊び行っても通じる。あ、通じる、うん、大丈夫大丈夫日本語おかしくないですか。いやいやいや、日本語って人間って態度やねやんか。どういうのかな、何からつけてもな、日本人よりあんたの方が日本人らしいっていうことや。あ、そうですか。いや本当にやっぱそれは嬉しいんで。いや本当本当、それをもそ持ってる、魂がもうちょっと持ってるよ、うん、あんた自身今までずっと両親の中で育ててもらって、いろんな苦労を見て、うん、で自分も苦労してここまで来たやんか、うん、二十何年と、26年ですね、うんうん、な、ずっと学校出てきて、そやろ、うん、そうやって雨の中でも物を訴えなやかにしながらでも、うん、こういうのしてんだよ、感謝する、うん、そうそうそう、感謝、うん、それをずっと持ってきて、うん、勉強、それは自分のあれやん、お守りっていうか、うん、財産やな。物は取られる、そう、物を取られる、でも心の財産は取られない、取られない、そうそうそう、それ大事や、うん、それはあんたものすごく持ってるからや、うん、あんたのチャウチャウの形になってきたんや。そうや、でなかったらあそこ通っても初めて出会ったやんかな、通っててもやっぱ声かけられるっていうことも、なんかのきっかけがあったんちゃう。普通でやったらパッと見ててスッと通ってしまうと思うわ、うん、うん、そやけどちゃうちゃうはどっかでなんかいろんなことをただでパーッとどんなんかなっていう前向きがあったから、うん、声かけたらおいでよだから来てくれる。そうね、これもええんやねんか、一期一会やな、一期一会のことですね、そう、うん、知ってるわ、今まで出会ってる人たくさんいるんですね、うんうんうん、いや18歳まで言わないですけど、18歳までずっと田舎、いろいろことはあるんですけど、18歳からはちょっと坂に行って、いろいろ人で会って、まあ、本当
今できるの私はやっぱり私だけではない、うんうん、あのたくさん人の力を合わせて、うんうんまあ、私のことを作ってくれる、うん、そうやな、そういつまでも心の中に思っといたらええね、うん、そうや思うことが大事やねや、うん、あそうです思うことが大事な、うちがちゃうちゃうがあれおばあちゃんが亡くなったやろ先月5日にな亡くなってあちゃうちゃうと出会ってんでうちは あの子楽しい子やななかなかあの日本人にないような心持ってるようなな、うんうん、だからうちちゃうちゃうのこと思ってるからおばあちゃんのことも思ってるわけやねということ結局、うん、感謝っていうのも、うん、な心なんだ誠意も心なんだ全部心から来てんだから心は一つだよってそういうこと言ってるの松下の時代のな松下あの小野助にしても本田宗次郎にしても心っていうのはちゃうちゃうも今でも変わんない時代が経っても変わんないよってことを言ってるわけよ、はい、やることは変わっても心は変わんないやろ気持ちは変わんないそういうこと言ってる、うんなうん、それが大事だよ、うんうんうん、な案内してあの熱々をやで、うんあの春巻きでも今食べてって見たら熱々やってんな、うんうんうん、そうやってわざわざ朝に忙しいのにやで作って持ってきてくれたな、うん、やってみんなで食べるのから美味しく食べたらいいし、うんうん、いやそのなじゃあその気持ちがやねや、はい、人間はな気持ちがその朝早うかバタバタしてあ想像するわけやねやんかあんな忙しい中仕事行っててやで朝早起きてあんなしてこないして それを感謝やな、うんうん、物とかそんなんじゃなくていやありがたいなその気持ち嬉しい前の晩から準備してたいうことやそうですね、まあ、もう早うそういうことですか早うからいやだから結局今度1週間経ったら姉しようこないしようってもう前から準備してるわけちょっとずつちょっとこれも持っていこうかなこういうお皿も必要やな箸もこうとかなあかんなとか、うん、前の日からもずっと準備してやっとあそこでこうやんかなだからもうそっからずっと思ってくれてるいうことやねん、まあ、感謝してるしありがたいな、うん、いや本当によかったですいやほんまチャウチャウ作っても、うん、な冷めたのをなあの持ってくんじゃなくて少しでも美味しいものを食べてもらおうと思ってあったかに持ってくるだろそこはやっぱりチャウチャウのな心があるわけそこに心がある、ね